今回はフグ専門店を開いたものの、半年で潰してしまった経営者の一致の話を紹介するよ。フグ専門店を作ったわい。半年で潰れ借金1800万円になってしまう。なあ聞いてくれよ。夢だったフグ専門店を開業したのに、半年で借金1800万やぞ。なんでこうなった。マジでロープを探してきたい。自己破産したらいいだろ。ようやっとる。経営者を育てるアドラーの教え。なあ、別スレで、ニートは10時に会社の面接なのに今起きたんやがって立てただろ。おい、どういうことや？今はニートだから間違ってない。さ、うまいフグ毎日食ってたんだろ？うらやま。提供してた側や。自己破産してフグ屋で雇ってもろたらええだけやろ。開業した店畳んだ人って、借金どうやって返してんのかすげえ気になるんだが、その後の人生どうなってんの？飲食ならラーメン屋や居酒屋のチェーン店に行くのか？え、自己破産じゃないの？借金なんて返しきれないよな。辛いな。20の時から学校に通って25の時念願のフグ調理師資格をもらったんや。それで消費者金融で金借りて、親や親戚に借金までしてようやく自分の店を構えた。それで半年やぞ。半年で潰れたんや。半年でも夢を見れただろ。消費者金融以外借りるところなかったんか？こういう人の再起ってどうすんの？就職活動するの？技術が証明できるなら雇う人もおるでしょ。開業したんやが初日なのに客足はゼロ。その後も売り上げが全く伸びず土地代、水槽代やフグの餌、維持費などで支払いができなくなった。たとえ店潰したとしても、飲食店開くやつのバイタリティはマジで尊敬するわ。ええやん、もっと詳しく聞きたいわ。ワイはなんとか維持しようとさらに借金して店を持続させたんやが、結局赤字にしかならず潰れた。店と飼育してたフグ、調理器具などを涙を流しながら全部売ったがすでに手遅れ。借金1800万だけが残った。コンコルド効果っちゅうやつやな。イケスのフグに餌やったんか。店で飼育するわけない？注文来たら水槽から出してその場で調理するシステムや。貧乏なお前は知らんだろうけど結構あるぞ。フグ免許あるなら雇ってくれるところあるんじゃないの？フグ屋が当たったらあかんやろ。自分がやりたい店をやることに目が行きすぎて、客が行きたい店にする視点がなかったんやな。おしゃれだけど味薄そうなラーメン屋みたいな感じか。フグってどうか各体の食べ物の中でぶっちぎりうまくないよな。安いなら食ってもいいけどって感じ。ワイの貯金より低いやん。10年で返せる。そういえば、ワイの近くのフグ屋も開店を、すぐに潰れてたな。まさか。ここまで借金があると笑えるよな。潰れるとしても、まさか半年でとは思ってなかった。立地条件とか、いろいろとちゃんと考えたのか？やりたいって気持ちだけで突っ走るんじゃな。なぜフグにした？それよな。とにかくフグ屋を開きたかったんだよ。取った資格は無駄にならんだろ。どこかのフグ屋に就職させてもらえ。そして、そこの店も潰れたら笑えるな。それは単純に一致が疫病神なだけ。フグって美味しいんか？毒があって、微妙なイメージしかない。ちゃんと売り上げの見通し立ってたのか？今思えば、勢いで回転したのは失敗だと思ってる。もうちょっといろいろと考えてから始めてもよかったよな。とにかく借金だけが残って虚しい。親や親戚の目も辛い。そりゃ仕方ないだろ。でも同じニートでも、一致はすごいと思うで。今は辛いだろうけど、ここから再起したら強そうだよな。でも、フグ屋はもうやめとけよ。自分の店を半年だけど持てたのは嬉しかったな。でも店に誰も来てくれなくて、招待した友人にも拒否されて泣いた。フグってそんなに微妙か？正直、食べたことがないんだよな。わかる。フグってどんな時に食べるんや？好きなやつは好きなんだろうけど、別に食べたいと思わないんだよな。でも昔、家族で行ったフグ屋は客が入ってたぞ。まあ全てのフグ屋がダメだとは言わないけど、他の飲食よりハードル高いよな。借金1800万くらいなんとかなるやろ。Y も飲食潰したことがあるけど、もっと借金の金額がひどかったぞ。1800万って結構絶望的だぞ。でも、せっかく揃えたものを少しずつ手放すのがかなりきつかった。どんまいやで。今回の経験が、何かに生きるといいな。しばらくニート期間を楽しんだらどうや？借金があるって言ってんだろ。そういうわけにもいかないんだよ。気持ち的には引きこもりたい。まあ、それが本音だよな。頑張れ、生きろ。とりあえず働けるフグ屋を探すところから始めようぜ。でも借金を先に返すなら別業種の方がいいかもな。正直、さっさと自己破産した方が良いと思う。消費者金融相手ならそれでいいけど親戚相手に自己破産は気まずくない？とにかく、マジで落ち込んでる。はぁ、辛いな。借金返してから、また何か店を持てばいいだろ。フグ専門店って需要あるのか？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。年収1000万の親が失業して底辺になって貧乏になった。最悪の末路がこちら。
中3までそこそこ金持ちだったんだが高1の時に親父の会社が終わって給料未払い。自主退職に追い込まれた。親父は PC のソリティアを一日中やってたまに違法の車運びとかやって廃人化。そっから借金してギリギリ高校行って、俺の社会人用に貯めてくれた数百万の通帳を、空にされて社会に放り出された。そんで今30歳で年収200万のワーキングプア。マジふざけんな。全部お前が悪い。いた一分お前の金じゃないからな。全部お前がボンクラなのが悪い。包丁振り回して遊んでろ貧乏。じゃあなんだ？親が金持ちのままだったらどうなんだ？俺は偉かったのか？バカじゃねえのお前。親が金持ちのままでもお前はコツ潰しのボンクラだったろうな。親金があろうとなかろうとお前が無価値のクソ虫なのはお前自身のせいだもん。金あったら相続できるから無価値ではないよね。資本主義理解してなさそうで笑う。これはお前が悪い。起業して1000万って割に合ってないな。たらればでしか考えられないから底辺。200万。廃人化した後の話好き。年収200万なのはお前がその仕事を選んだからだろ。親父会社経営してるけど年収3000万あるよ、すまんな。ちなみに営業の正社員は2週間でクビ。そっから派遣で食いつなぐけどバックレ多発で生活苦。日払いの土方仕事をするも作業がきつくて離脱。現在定年おっさんに混じって立ちんぼの警備員で食いつないでる。でも不景気もあって明日現場なくなったとか急に言われる。給料保証なし。その辺はお前の根気のなさだろ。ちゃんと経験積んでればまともな人生だったろうに。親父の話は関係なくね。お前が年収200万ってことだけをなんとかしろよ。奨学金使えば大学も行けただろうし、30歳まで時間あればキャリアアップの時間は十分だっただろう。お前が30歳200万なのと親父の話は全く関係ないじゃねえか。高校まで出させてもらって何言ってんだこのボケは。あのさ、100万でも金残してくれたらまともに就職できたよね。貯金例だとその場しのぎの仕事するしかなくなるんだよ。わかる？わかんねえだろうな。恵まれた環境で育ったゴミ虫にはさ、100万あったかなかったかより、ちょうど時期的にリーマンショックあたりで就職なんだったんじゃねえの？今30歳は余裕でリーマンショック外れてる。今38か9あたりがちょうどくらいだから。就職するのと貯金額に何の関係があんの？俺も高卒で母子家庭だったからスタートは高校時代バイトでちょこちょこ貯めた10万だったよ。それで今28で650万。完全にお前の努力不足加担に無能なだけだろ。いつまで甘えてんだゴミが。あの、自分が成功したから正しいっておかしくないですか？世界的に見て日本は不景気になって平均年収は減ってますよね。昔50の能力を持って年収800万だった人が年収400万に下がってるってことだよ。どういう計算だよ。やっぱ額のないやつはあかんな。成功とは思ってないが、環境のせいにして甘えたくなかったから低能なりに歯食いしばってやってきた結果だよ。ぐちぐち言うだけ、常に逃げ腰のお前にはわからねえだろうな。根性論ばっかりで社会的観点から語れないならもういいです。頭悪すぎて気分悪いから。頭の悪い俺よりも450万も年収低いお前はどうなんの？今からでも遅くないやん。まだ30やん。頑張れないメンタルはお前がなんとかしろ。すべてお前次第。知的性丸もない五体満足の30男なんて自分次第でこれからどうにでもなる。まだ大丈夫だ。いや偏差値36なんだけど。親の本棚にも ADHD と発達障丸の本が15冊くらいあんだよ。バカにしてんだよなマジで。頭悪くてもさ、バブル時代の運で金持ちになる人はいっぱいいるよ。親もそうだろう。だけど無理なんだよ今の時代はさ。ギリケンだよギリケン、人より5年くらい遅れてんだよ。ギリケンで年収200万は立派だろう。何が気に入らない？他人と比べるなよ。ギリケン自覚してるなら、それでも200万稼いでる自分を褒めろ。バブルを謳歌した世代と氷河期以下の世代の人生の難易度が違いすぎるのは間違いない。腹立つ。お前が貧困そうなのはお前のせいじゃん。頭悪いゴミはレス禁止な。平均年収調べて社会的な観点から語ってくれや。お前が運よく成功してるだけで大半はそうじゃないんだわ。平均年収とお前が貧困なのとどういう因果関係があるの？成功例がある以上はお前の状況が自己責任なのは揺るがないよ。いやいや、成功例があるから自己責任ってマジでバカ？世間の過半数以上が貧困ってことは個人の努力ではどうしようもできない要素があるってことなんだよ。平均年収が低いってことは成功例も比例して減ってるわけね。そのごく少ない成功例持ち出して自己責任だ。って本当に頭悪いって感じない？答えになってないよ大丈夫？半数以上が貧困なのとお前個人が貧困なのはどういう因果関係があるの？貧困率が上がってるんだから自分が貧困層になる確率が増えるってだけだよね。単純な計算すらできねえのかよ。
それは確率の話だよね。君個人が貧困なのと因果関係を早く教えてよ、答えられないの？あと年収って努力量にゴリゴリ直結してるんだよね。プロスポーツ選手とか経営者とかは特例だから別として普通に働いてるその辺の人間は努力量にほぼ比例してるんだよ。趣味の時間とか寝る時間を毎日30分削って勉強とかした？お前の場合は自己責任だしここでバカにされても仕方ない。女の子の親が結婚式用に貯金しててくれるとかなら聞くけど男であんまりなくない？偏差値36にしてはよく喋れるな。高卒まで行ってるのに年収200万のお前が悪い。大学行けなかったはまあかわいそうと思うけど高卒にしても年収が低すぎる。つまり全てお前が悪い。どんな貧乏な家に生まれようがちゃんと勉強してまともな大学入ってまともな企業入れば一生貧乏とは無縁。貧乏な奴は親が勉強しろというのも聞かずにゲームしてたか大学の偏差値はまともでも見た目がキモくて面接で落とされるような地球だから今貧乏なんだろ。大卒の給料が下がり続けてんのに何言ってんだこいつ。昔と同じ努力していられる成果が下がり続けてんのにバカなのお前。こういうバカって大卒の初任給平均額がどれくらい下がれば昭和脳の自己責任論やめるんだろうか。どんなに下がっても200万にはならんぞ。親が社会人用のなんて用意してないのが普通だぞ。まともに社会出てない奴が社会的観点、まさにダニングクルーガー効果。こんなにスレ伸ばす才能あるなら年収も200万よりももっと伸ばせるよ頑張れよ。何もかも親のせいなのか？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。派遣社員 Y、騙される。こんな罠、許されるのか？派遣先から、正社員にならない？って言われたから正社員試験を受けて無事合格したんやが派遣先じゃなくて派遣元の正社員だった。これで一生時9450円で働くことになった。よかおめ。よくねえよ。もう昇給も退職金もないことが確定したんや。正社員でも時給扱いなんか。せやで。派遣先から提示されてる条件が時給制だからな。派遣は退職金出るように変わったぞ。2年ぐらい前から。それは社内規定によるやろ。Y の派遣会社にはない。調べたら派遣元が自社の正社員に退職金支払ってたら払わなあかんって感じなんやな。残念一致。Y 派遣でもない正社員だけど月給19万と調整金1万、ボーナス退職金なしの模様。一致の方が上で草。昇給昇格はあるんやろ？お前は昇格したら Y なんかすぐ追い越すんや。なんで先から元の話に変わってるんだ。派遣先が派遣元の代理で正社員試験を実施した。なんか詐欺みたいやな。せやで、Y は騙されたんや。転職すればええだけやないか。もう転職回数が多いし転職するにしてもまだ3年も経ってないから後がないんや。ほな一生甘んじていれば？ちなわいは時給2300円の派遣、転職歴は両手では足りない。お前も派遣かよくさ。お前もって、お前は時給1300円の正社員様やろ。時給1450円やが？大して変わらんやんけ。150円程度に誇りを抱いてるんか。年間収入にしたら時給150円の差は結構高いぞ。ほな時給2300円の派遣の Y と一致との差はどれほどなんやろう。騙されとるな。一致何歳なん？24歳や。ギリギリまだなんとかなるやろその年なら。よっぽどのスキルや資格でもないと大した会社には行けへんやろな。そんな会社だと手取り20も行くかどうかって感じやから。一致の時給1450円と大して変わらん。なんやその罠。なんで派遣元で正社員になるかどうかを派遣先が進めてくんねん。私が無給で生きてれば世の中コオロギ食堂校で穏やかみたいね。これがなんとかならんかったんや。過去に経験済みや。過去に正社員希望就職活動してたがどこもかしこも Y の転職歴をついてきて落選や。やから最後の手段として派遣を選んだ。資格は何を？フォークと玉掛けと溶接。それで正社員雇用決まらないならよっぽど襟好みしてるか面接時の態度がクソかやろ。襟好みというか職選びはして当たり前やろ。正社員として就職するために持ってる資格が有利になる職種ばかり選んだ。でもダメだった。傲慢さがにじみ出てるわね。ダメだよそういうの。アホすぎてくさ。むしろなんでそこしっかり確認せず就職できるんや。一生時給1450円の意味がわからん。正社員なら昇給もするやろ。一致の勘違いなのか会社がひどいのか。引き続き仕事関連のスレを紹介するよ。地方 Y 25歳。マックバイトをするも挙動不審になり、JK からも店長からも怒られる。Y は情けないよ。割とマジで泣きそうや。お客さんの前に立つと緊張して挙動ってしまうんや。Y この仕事無理や。なんか日本語気持ち悪いしな。お前全部キモいんじゃね？うん。社会不適合者って Y のようなことを言うんだと思う。ニート上がりか？うん。そっか。ニートからいきなり対人の仕事大変やな。
考える時間もなく即対応していくってのニートにはむずいもんな。2年くらいやって慣らしていくしかない。あとトロトロしてるから行列作っちゃってもう最悪や。慣れます。忙しいし接客もある飲食選んだの自分じゃん、慣れろ。慣れるやろか。なぜ接客業を選んだ？他全部落ちたんや。JK から怒られるなんてなかなかない経験やな。羨ましいわ。実際やられると情けなくて泣きたくなってくるで。ガソリンスタンドにしとけ。浮かればええな。人手不足なのに人が余ってるのはこういうのが理由なんやね。せやな。店長に申し訳ないから次バックレようか迷ってる。客としていくだけでそういう雰囲気のバイトってわかりそうなのに。あれお前だったのか。Y がハンバーガー食ってる前で叱られてたな。本当にすまない。マクドナルドのバイトとかコミュ障向きやろ。入るまでこんなんだとは思わなかったんや。バリバリ体育会系や。JK に甘えろよ。実際何個も下のやつに怒られるとマジでへこむで。臭そうで同じ職場の人がかわいそう。何をしたんや？挙動不審。接客がなってない。神々。遅くて客から早くしてと言われる。クビやな。一致は何も悪いことしてないやんけ。悪いことしてなくても客に不愉快な思いさせてる時点で無理や。ポテトもお前も上がってるってことか。慣れるまで頑張ればいいだけ。逃げ癖は良くねえよ。逃げ癖も良くないけど、こんな店員いたら迷惑だな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。部下に指導してたらこっちがクビになったんだけど。何これ俺が悪いのか？部下に指導してたら、なんかパマルハラとか上司に間接的に言われたから。部下に対してさらに指導してあげたんだよ。お前は感謝が足りないと。ありがとうございますの言葉を言えと土下座やら軽い蹴り入れたら、ひくられてクビになったんだが。で、俺は言ったんだよ。俺はこういう指導を受けて大きくなったんです。感謝されるべきなのに、なぜこうなるんですかって。そしたら聞く耳持たずの会社だよ。また、部下のところに行こうとしたら追い出された。何これ俺が悪いのか？読んでないけど多分無能なのが悪いんだろ。今時は新人教育もできないらしいな。ネットで頭でっかちになって自分が気に入らないだけでコンプラ持ち出すバカが増えてるらしいから。蹴りではなかった、軽いコミュニケーションだし。俺の場合はなぜ許されなくて、上の奴はなぜ許されるのかわからないし。あと他人にされた優しさは次の人に返すをモットーに俺はしてるんだ。だから、優しさを下の人に分け与える。これを信条としてる。恩はだで返される意味がわからん。お前が悪いからクビになったのでは？部下に蹴り入れたのが、周りに知られる程度の指導をしたのが悪い。本当の指導は周りに知られても問題ない方法で行うのが鉄則。君がされた指導も当時なら問題なかったからされたんだろ。時代に適応していけ。部下？ただの後輩だろ。本当に一致みたいなのがいたら嫌だな。だってただの吉丸いじゃん。まあ部下も当たり前のことができてないようには見えるね。吉丸いの理由何？俺仕事だと厳しいけど、家庭では優しいよ。怒ったの見たことないって言われるし。すべてうまくいってた。優しさを分け与えるのが吉丸いなの？意味不明なんだけどプロの仕事をして何が吉丸いなの？ニートにはわかんねえか。顔真っ赤で草。自分がされたから他人もやって当然という考え方がそもおかしい。お前いつまで自分が世界の中心で基準で主人公だと思ってんの？そんなのせいぜい高校生までだろ。クビになって当然だわ。世の中には許される人間と許されない人間がいるんだよ。それがわからないなら一生数学しておけばいい。現代に適合できない吉丸やん。誰一人として俺を論破して怒りを抑えられるやついないのかよ。俺も、悪いところがあったのかなと考え直してみたんだよ。ただ考えても俺の比は0もしくは5で向こうが100もしくは95ぐらいなんだけど。悪いとこあったからクビなったんだよ。理解できないお前がダメダメなんだぞ。社会不適合者くん。俺がその時に訴えなかったと言われても、あの時は憎かったけど、時間が経てばそれは優しさだなと納得できたし。俺は何も変わってないよ。むしろ、成長したと思ってる。最近の奴は優しさを履き違えて、何も言わないことが優しさだと思ってる。確かに、お前の代わりなんていくらでもいる。丸んだ方が会社のためだぞ。なら、言ってたけど小太も取れるよね。お前みたいな無能は暗いからせめて明るくしとけぐらいしか言ってなかった。俺の建設的意見を相手は気持ちよく受け取ってくれなかった。確かに俺もこの部下を育てられなかった日はあるが、俺が辞めるのはおかしいやろ。おかしいと思ってるのは一致だけなんだよな。おかしいと思ってるのは俺だけなら根拠教えてくださいね。俺もバカじゃないクビになってから、自問自答を繰り返した。やはり俺は悪くない結論になったんだが、優しくしたら、クビになるのか？じゃあ俺は今まで不憫な扱い受けてきて、さらに上の立場になったら不憫な扱いになるのかよ。それはおかしいだろ。自分がやられて嫌だったことを部下にやっちゃダメでしょ。今のご時世それが訴えられる事案なんだし。生きてて不憫なおっさんやな。
いや、自分がやられて嫌だったからこそ、なぜこんなことをされたのか長年考えてきたら、やはり愛からなんだよな。その時は嫌だったけど、長年経ったら愛で納得したよ。それを感じられるようになってほしいという俺の優しさじゃん。優しくされたら次の人に優しくする。されたことに感謝する。だから、お前は感謝が足りないと指導してこのありさまだよ。これを恩をあだで返すクソ野郎だろ。自己都合退職。懲戒解雇よりも一つ軽い懲戒処分やん。余罪ありそう。アスペデクサ。こんなんが自分の職場にいなくてよかったわ。職場の誰からも擁護されなかったんだろ。その愛のある指導とやらが誰にも伝わってなかったってことじゃね。先輩方の指導はそうじゃなかった。あ、マルハラ認定されたのなら悪いって言うけどさ。それで悪いのなら、働けないじゃん。つか、次働くときパマルハラ訴えまくるよ。やったらやり返すもん。パマルハラ訴えるのが優しさで会社のためなんだろ。意味わからん。俺が今までされてきたことは忘れないよ。それが俺を形成してると言っても過言ではないし。誰も論理的に俺の正しさを否定できてねえし、相変わらず怒りが収まらん。自分本位の意見自体、お前らの自分本位な意見で、誰一人として客観的意見ができてないじゃん。結局俺の正しさのみが際立っただけ。社会のルールは変わってないよ。じゃあさ、俺を罰する法律持ってこいよ。読んでから納得してやるよ。自分が正しいなんて思ったことはない。世の中、正しいも悪も何もない。どちらかが一方的に悪いことっていうこともないよ。ただ、俺の悪い部分に対して非難が多すぎるか罰が重いと言っている。部下の現状も知りたいけどね。そいつも辞めさせたくはある。現状はよくわからん。少なくても蹴りは擁護できない。長いから3行でいい。やり直し。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方はニート、勇気出して歯医者さん行くも虫歯だらけと判明。あどうしようどうしよう。そういればです。覚悟はしてたけど、めちゃくちゃ虫歯あって絶句や。くせえから喋んな。で、検査終わったら突然ババアがやってきて、深刻な話持ちかけられて。天国から地獄で草。どうしたらいいねん、金ないんやが。お前ら歯磨き実際何回してるんや？年末の大掃除の時に1回や。保険なら安いだろ。高えよ、それでも。ふざけんな。吐いたかったん？いや、痛くない。ちゃんとフロスやって歯磨いてればな。全摘だよ。3000円くらいやったろ？次回から安くなるで。ちゃんといけたか。えらい。ニートなのに歯医者代はどうしたの？痛くなくてもそんなひどいとこまで行ってたんか。次回予約した日ばっくれるなよ。吐いたくなくても虫歯になってるなんてあるん？なんか、無意識に避けてるみたいな言われた。ワイも痛くないけど歯医者行ってないし虫歯ありそうで怖いわ。丸ぬよりマシだろ。なんで歯医者行こうと思ったの？さすがに痛いって思えたから。ワイ、年に3回くらいしかしてなかった。いかんでしょ。虫歯何本？13本。へ、よう耐えられたな。ワイ月にくらいでしか磨かんけど虫歯ならんで？もちろん、そんなこと言えんから1日1回しかしてこなかったです。みたいに最初言うた。この嘘もバレてるんかな。絶対にバレてる。マジかよ、どうしたらいいねん。嘘つきハゲニートが親の不要で歯医者来てんじゃねえよ。って思われてるだけやからノーダメやん。ニートなら歯なくてもええやろ。歯は黒くなってるん。ワイも歯医者20年以上行ってなかったら上の親知らずが両方虫歯になってたわ。幸い進行度が一番低いレベルで表面ちょっと削ってなんか詰めるだけで終わったが。年に3回ってどういうことだよ。マジか。ワイも怖くなってきたわ。朝起きたら歯を磨いて昼と夜もしろ。はぁ、どうしよう。とりあえず、朝と夜とで2回磨くこと始めたらええんでない？うくしろ。あさって起きてすぐ歯磨きして飯食うのか、飯食ってから歯磨きするのか、どっちのがいいんや？俺はとりあえずうがいだけして飯食った後に歯磨きしてるが。ニートに歯なんかいるんか？成人してから歯が痛いって思ったことないんやけど、病院には行くべきか？ちな毎日2回歯を磨いてる。金ないなら生ポでよくね。一気が利用しないなら誰が利用する制度やねん。ちょっとの虫歯なんか歯磨き粉で治せるで。やっぱ一日に最低1回は歯磨きせなあかんのやな。朝晩2回はせんとあかんぞ。あと糸用事。というか、ニートくんたちは社会保険どうしてるの？年に3回ってむしろどういう時に歯磨くんや？正月とか大晦日とか、ビッグイベントの時だけか？なんやろ、ほんまそういう気持ちになるんや。今磨いたらめっちゃ黄色いのと血が出るからなんじゃにあげよっとか。お前それ虫歯と歯周病のコンボやろ。終わりやな。電動歯ブラシ買え。歯磨きくっそ楽になってくじゃなくなるぞ。ニートなら歯ぐらい磨けや。ワイは飲み会とか多くなって気失ってバタン球で夜磨けない日多くなった。鏡で歯を見てどんな感じになってるんや？真っ黒？ボロボロ？朝一と寝る前にやるわ。やらないと気持ち悪くて寝れないし朝磨かないと気持ち悪い。そんな変わるもんか？
一日で？めっちゃめんどいやん。ワイハを噛み締めすぎて舐める質全部削れてるんやけどやばい。まだええやん。神経丸んでますね、が一番きつい。神経丸んでるだろ、これは。歯なくなったら飯食えんくなるぞ。歯だけは磨け。歯痛かったけど耐えてたら痛み消えたわ。歯を磨くの楽しくないか？ワイは10年以上1日1回しか磨かんけど虫歯なっとらんで。お前らどんだけ歯磨き下手やねん。みんながみんな矯正してないから歯並びボロボロなんや、ワイも割と。ゲームの合間とかの片手まで磨く癖つけるとええで。めんどくさいなら電動でもええぞ。はぁ、はぁ、はぁ。ワイニートは30歳過ぎてから不要の保険証出すのを躊躇していけなくなった。くさ。歯医者で働いてるやつなんか歯にうるさいし虫歯まみれのやつとかワンチャンあるわけないで。もうあの美人の歯科衛生士に絶対惹かれたよな。最初はめっちゃ笑顔やったから、ワンチャンあると思ったのに。虫歯だらけやが歯がめちゃ頑丈言われたワイはセーフやろ。ワイの奥歯かけまくりの大きい穴できてるのやがやばいか？くさ、歯磨きしてなかったら仕方ないんやわ。ノーチャンスらないから。歯磨き一日何回してますかなんて普通は聞かれないし。歯のストレスはほんとやばい。丸ぬまでに何回歯医者行くんやこれは？一致は虫歯だけじゃなくて歯周病もかかってそうやな。はぁ、もうどうしよう。怖いわ、歯の痛み。絶対痛いやん。いいから今後の人生のために全部直してこい。しばらくは歯医者通い詰めやね。あと金とか、どうしよう。別によくある話やから気にすんな。歯周病は？よくあるならいいけどさ。多分一致と同じかそれ以上だったけど全部直すのに半年かかったぞ。特に奥歯の一本は神経抜かなあかんところまで行ったわ。陰霊はジルコニアにするんやで。虫歯悪化するとやばいぞ。今言っといてよかったな。一年後ならもっとひどくなったで。歯医者は怖がりほど痛い思いする。虫歯くらいで騒ぎすぎてて草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。30前半やけど人生飽きてきたな。大学行って就職して結婚してって普通に来たけど、この気持ちわかるか？子供できたらまたおもろくなるんかな。なるで。存在が今まで体感したことない大切なものになる。気づくの遅すぎやろ。25歳過ぎたら同じ。教えてくれよ先輩。ニートになったらわかるで。何がわかるの？仕事は年々責任重くなってきた。ワイ28歳やが、いくつや？32歳。やっぱそうなるんか。変な話、夢とかないん？夢か。趣味はあるけど特に夢もないな。株とか総通貨で億万長者になりたい。それぐらいか。失礼やけど似たような感じかも。家庭以外の居場所作りしてみるのも面白いかもしらんね。30代半ばから人生はほんまに惰性になるからな。そろそろ車検だし。わち25歳のフリーターやが、その心境や。ワイもや、そろそろ丸んどくか。まあ子供作るってイベントを用意するしかあるまいな。あるいは新しい趣味を作るか。みんなそれを感じながら生きてるんや。お前だけじゃねえぞ、クソガキ。30歳やが、大体のイベントやり尽くしてあとは子供の成長くらいしかないわ。なんやろこの気持ち。 YouTube でも始めてみたらどうや？子供にこんな人生とかいうクソゲーやらせるとか正気めんすか？言うほどクソゲーやと思ってないしな。ワイと同い年やん。子供できたらまた変わるで。ハードモードに切り替えるとおもろいで。30年ほど手丸ぬで。あっという間やぞ。ぬるい人生やっとるからやで。さりげなく自慢すんなや。まさにこれ。何をやっても全てが虚無に感じる。創作系に突っ走れ。小説、漫画、絵画、何でもいい。人生変わるぞ。ハードモードはいと交換してくれんか、ガチで。何がハードなん？子供できて妻の両親と2世帯に住み始めたけど自分の人生終わった感が半端ない。人生の主役交代した感じあるよな。全ては子供のために生きてる感じ。もう自分に時間や金を投資する気にもならない。 Y30 代で非正規のワープはやけど今後の人生消化試合感あるわ。芸能系の仕事に就いた友達が最近になって主演とかもらっててすごいキラキラしてて羨ましいわ。そうなって本気で漫画描き出して楽しくて仕方がない。趣味持っててよかった。ここにも上がってるけどやっぱ子供か。子供作るかな。ハードモードの方が面白いってのはあるかもな。借金でハードモードは全く面白くないで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はタイで旅行中に捨てられてしまったニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは38歳。タイ旅行で家族に捨てられてしまう。ちょっと緊急で助けてほしいんやが、ここから日本に帰る方法を教えてくれ。そこどこ？日本っぽくないな。アジアじゃね。飛行機に乗る。タイだよ。タイのマーケットにいるんやけど、家族とはぐれて困ってる。どうやって帰ればいい？予備の電源バッテリーはあるけど、そこまで持たないからはよ。早く。タイ語は話せるんか？本当にタイのマーケットで草。どうすんだよ。捨てられたってこと？他に写真ないの？ほい。ガチで草。マジかよ。
マジかよって言いたいのはワイだよ。誰か助けてくれメンス。大阪だったら言ってやったけど、大事な。わろた。言葉は英語が少し。って言っても義務教育レベルや。ここまではずっと家族と一緒だったから、ホテルや空港への行き方がわからん。大使館に保護してもらえば？所持金は？親がくれたこっちの金が少し。日本円が少し。大連って使えたっけ？やっぱりヒッチハイクしかないだろ。ヒッチハイクしても言葉が通じないから、行き先を言えなくてくさ。そういう時こそ、地面に文字を書いてコミュニケーションやで。原始的すぎてくさ。実際、Y が修学旅行で韓国に行った時、言葉が通じなさすぎて、現地の高校生と亡霊を書いて交流したわ。そういうのって、出かける前に現地語学ばないんか？韓国語なんてやらないんを、って勉強せずに行ったらそうなった。なお相手も同じで日本語を勉強してなくて、棒で会話する地獄。くさ。でも相手が兄オタで、意外と話が盛り上がったんだよな。話っつっても棒での会話やが、アニメのストラップ交換して帰ってきたわ。相手がオタなのはくさ。っていうか一致は？ Y、会話でも置いてきぼりにされるんか？ちなみに不安なんやが、Y ニートなんよ。今までずっと働かなくて家では家族に冷たくされてたから。家族がタイ旅行を計画した時に、どうせ日本に置いてきぼりにされると思ってたんを？それが、パスポート取れって言われて、連れてきてもらえて喜んでたのに迷子にされるとかひどすぎるって。これ、捨てられたとかないよな？ Y ちゃん、泣きそう。観光して待ってれば、そのうち迎えが来るやろ、捨てられてなければな。捨てられてね。捨てられたな。ああ。もうそのままタイで暮らせよ。ニートの強制にはいいかもな。もうちょっと歩いてみろよ。日本人に出会えるかもしれんやろ。タイだと日本人が結構いるイメージがあるな。髪の色とか変わらんし、誰が誰かわからん。ほれ。お前、もうちょっと危機感持った方がええで。物とか盗まれんように気をつけてな。スマホと財布とバッテリーしか持ってない。あと飲み物。マジレスすると大使館かヒッチハイク。大使館へヒッチハイク。ヒッチハイクなんて難易度高すぎなことを引きニートの Y ができるわけないやろ。大使館の場所もわからん。マジで積んでる。親とも連絡が取れんし。Y なんていらないってことか？こんなの犯罪行為だろ。マジで助けて。これ。ヒッチからは悲壮感が漂ってるのにマーケットの人たちは活気があってくさ。ああ、それ俺も思ったわ。本当に捨てられたの？マジで大使館に連絡した方がいいって。こういう時って、大使館に連絡したとして、本当に助けてもらえるんか？所詮他人事だし、特に調べてないからわからん。適当に言ってた、お前らもだろ？くさ。なあ、これ犯罪だよな。Y の家族は捕まるんか？海外にニートを置いてきても別に捕まらんやろ。一致は何歳だっけ？ 38 歳。成人男性を置いて帰っても別に罪に問われないだろ。現地の人との犯罪に巻き込まれたわけでもないしな。すまん、さすがに大勢助けに行けないわ。一致を、助けたい。つまらなさすぎてくさ。今は感染症も流行ってるから気をつけるんやで。今日、タイで3日目なんやけど、ちょっと頭痛いんやが。それ、感染してないか？終わった。いろいろと不幸続きでくさ。もう病院に連れてってもらって保護してもらえばオッケーじゃね？ 2 週間くらいは滞在できるやろ。からの、大使館でオッケー。警察に相談してみたら？タイの警察って日本語できそうなイメージがある。タイに捨てるとか家族も良いことを思いついたよな。まあ日本は狭いから、どこに置いてっても帰ってくるかもやしな。住所がわからないところに置いていくのはありだな。ていうかタイなのにどう繋いでんの？今るとの、Wi-Fi とか色々あるからな。ネットも繋がらないところに Y が行くと思うか？タイに来る前にこっちでも繋がる Wi-Fi を手に入れたんを。まあ親の金だけどな。すんなり俺の意見を聞いてくれるなと思ってたけど、せめてもの、って感じやったのか？ほい。広いがじゃ、ない、だと？ Y、アジアにいるけどタイじゃないんだよな。このまま一致ってどうなんの？だから、タイの大使館行けって。警察。病院。川に飛び込む。砂に埋もれる。ブラックホールに飛び込む。大喜利してないで助けてくれよ。って言われてもな。タイじゃどうしようもない。一致が帰れなくてめでたい。予定では何泊するつもりだったの？ 4 泊。で、2泊した3日目にこうなった。やっぱり計画的に捨てに来てるな。一致を捨てるためにタイに来たのか、タイに来たついでに一致を捨てたのか気になる。確かにそれ気になるな。いや、それすごくどうでもいいんやが、ここからどうしたらいいのかを詳しく。スマホ持ってんなら調べろよ。確かに、日本語でも地図は見れるし。Google マップ見て歩いて頑張れ。それやな。バッテリーないならレスバしてるより地図見て歩いた方がええ。家族はもう日本に帰ったんかな？旅行目的なら、まだ楽しんでそう。捨てるだけが目的なら、もう日本行きの飛行機の中かもな。帰りの航空券が自分の分もあるのかチェックしなかった一致が悪いと思う。確かに。これは帰ってこれないな。
さよなら、イッチ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートなんやが暇だから外出したいんやが、何かおすすめある？ペットショップ。ペットショップすぐ飽きるやろ。飽きないよ、バカ。そんな滞在できんやろ、動物園でもええな。散歩。目的が欲しいんや。イオン。イオンなんてないんやで。ホームセンター。ホームセンター行って何するんや？工具とかパイプとか見ていろいろ想像するんや。商品数もめちゃくちゃあるから一日中折れるで。そうなんや、変わってるんやな。ワイはパイプ見ても何も思わんで。今は時期が悪いから出るな。そうやんな、でも外出たいんや。日光に丸されるぞ。日焼けってもんしてみたいんもねえ。ガンになるぞ、怖いぞ。外出るのもリスキーなんやな。硫酸かけられるかもしれんしな。ワイはかける側やけどな。1時間以上の長時間出るならサングラスしてけよ。目がバカになるで。せやな、目危ないやんな。散歩しながらゴミ拾い。つまんなそう。おすすめの動物園ってあるんか？ついでにハロワも行ってきたら？まだ時期じゃないんやで。何歳？おっさんなら散歩しとけや。37歳やで。目的ない散歩は嫌や。まったり一人で動物園なら上野がええやろ。やっぱ上野しか勝たんよな。少し遠いけど、頑張って来月の目標に入れるで。スパ線行こうや。昼間に行くと気持ちええで。スパ線行く前にシャワー浴びないといけないんごね。でもスパ線も行きたいんご。これも来月の目標に入れるんご。予算はいくら？特に決めてないけど、お手軽やと助かるんご。毎日暇そうでええな。羨ましい。そうやね、性に合ってるけどずっと家の中で引きこもって暇すぎるのも良くないと思ってきたんご。不要不急の外出は避けろ言うとるやろ。とことん社会に迷惑かけたいんか？社会復帰のリハビリがてらなんやで。本屋さん。大きな本屋もずっと行ってないんご。斉藤京子ちゃんの写真集欲しいんご。ハロワ。ハロワっていい就職先あるんか？あるんじゃない？試しに行ってみたら？なんか陰気臭そうだし変な気連れてきそうや。金ないとどこ行ってもつまらんやろ。働け。雇ってほしいんご。コンビニでバイトしろよ。そこら辺にいっぱいあるやろ。コンビニ給料安いやろ。安くてもやらないよりはマシや。せやけど、次につながらんやろ。昼夜逆転してない健康的なニートか？逆転の逆転や。睡眠薬もらってるからちゃんと寝てるで。素晴らしい。褒められたんご。バイトでもしてみたら？月4日、1日4時間バイトしてるで。じゃあ、ニートじゃないやん。ニートやで。親は何歳？親おらんご。じゃあ、バイトの給料だけで暮らしてきたの？2年前までちゃんと働いてたんご。大学夏休みで毎日家にいて家族に何をするわけでもない。なんか罪悪感感じてきたけどどうしたらええんや。ほとんどニートやん。まだ若いんやし、そういう経験も必要や。ええんかなこんな生活。本当に何もしてない。毎日自分の好きなことしてるだけや。家族に何もしてないし見限られてるかもしれんと感じてきた。ええんやで。もう少ししたら仕事ばっかになって自分の時間もなくなるんやで。接客されたりすれ違ったりでとにかく同じ空間にいる人間すべてからニートや思われとるんやろうなっていう辛さを乗り越えんとな。社会とつながるの大事やって気づいたんを。バイト募集のチラシでも集めてみたら？集めてどうすんや。いいバイト先を探す。ウーバーでええや。18切符でどっか行こうや。18切符気になっとるで。使ったことあるんけ？ワイはあるよ。行ったことないところに行って車窓眺めるの楽しいんごね。一人旅行とか今までしてなかったからしてみたいんごね。けど電車乗り継いで行くの難しそうや。バイトルだっけ？なんかそういうのでバイト探してみたら？バイトはほんの少ししとるで。家でいつも何してたんや？ニートって家族の手伝いとかなんかしてるんか？一人暮らしなんやで。どうやって生活してるんや？仕事なしで。ナマコなんやで。ショッピングモールかホームセンやな。ワイの団地は無料バスが出てる。太りすぎて服ピチピチで人目につくところ行くの怖いんを。お小遣い制？国からお小遣いもらっとる。生活保護？そうやねん。ワイとゲームせんか？何のゲームしてるんを？イッチは何して働きたいんや？何でもいいんを。仕事するなら手取り30万は欲しいんを。警備のバイトとかしてみたら？いろいろと鍛えられるで。この前のスレで見た。熱中症気をつけてね。ありがとうやで。イッチの月収っていくら？月収っていうか、月20万弱あるんを。バイト掛け持ちしてみたら？いつかはそうなるかもしれんね。イッチ、就活してみたら？37歳にもなって、今からまともな就職先なんてないやろ。ボケ号しようや。少しでも働いてるだけ引きニートよりマシだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートの僕は借金やローンというシステムに違和感を感じるんだけど、金がないから借金するわけだろ。返済できなくね。ニートのお前にはわからんだろう。わからないんだけど、ニートの僕にはわからない現実があるの？誰か詳しい人が解説して。信用がある人じゃないと借金できないんだよ。
でもお金がないから借りるわけだろ。どうやって返すのさ、意味がわからないだろ。金貸し、うん、この人は定職についてるから毎月少しずつ返済してくれるだろう。これが信用な。でもよ、金がないから借りるんだから、返せなくないか。無理なのにどうするんだよ。ソフトバンクが何千億も借金してるって知ってる？金がないから借金してると思うか？なあ？金がないから借りるってわけじゃない。金があるから借りる場合もある。銀行としては金利稼げるし、貸し倒れリスクがないから喜んで融資する。逆にリスクがある奴には金利を高くして貸し倒れに備えるか、融資を断る。例えばローン1000万で家を買う、利率は今 1% 切ってるし、住宅ローン控除はローン残高 1%、つまり逆ザヤ状態。今年改正のメス入るだろうけど。例えばローン1000万で居住用土地を買う、それを贈与の特例使って非課税枠で贈与して課税される相続財産を減らす。例えばローン1000万で土地を買う、その土地上に子供に賃貸マンションを建てさせて子供に賃料、親に子供から地代収入という使用収益体系を作る、とかな。ニートには難しいぞ。説明しても無駄な気がしてきた。金ない奴には銀行は金貸さないよ。仲良かったけど母ちゃん貸して口うるさくなってたな。車のローン、来月繰り上げ返済するよ。ついでに書いておくか。住宅ローン組んだ人間なら銀行側が特約で癌保険つけてきたり、火災保険吟味したりすることあるんだけど、それ、物上第一って言って抵当権者である銀行が優先して保険金などの支払いを受ける権利を持ってるんだ。あれはサービスじゃなくて、担保を確保してるだけ。よく考えてみてほしいんだ。10万円ない人が10万円を借りるとして10万円返済できなくね。毎月1万円ずつ返済するとしてもそれができるなら10万円貯金があると思うんだよね。10万貯金で1000万貯まるの待ってたら時間かかるやんか。だから先にローンで物買う。今は金がない。でも未来では金がある。だから今必要な金を借りる。今までの結果として10万の金がないのに、これからの将来で10万円を返済できるっておかしくないか？ニートの僕くん。働き始めて毎月10万円貯まる。でも今すぐ車を60万で買わなくちゃ。だから60万円借りて6ヶ月で返しますね。時間を先取りしたんだよ。そんなの稼げるかもわからないじゃん。返済できない。働き始めたら毎月定額のお給料が振り込まれるんだよ。正社員じゃないニートくんと違ってね。別に借金はニートのためにあるんじゃないんだよ。それが継続可能かどうかなんて未来はわかんなくね。だから統計的確率とかも考慮するもん。正社員ならニートと違って、大抵の場合は毎月ちゃんと収入がある。そしたら先にお金を借りてもちゃんと返せるの。別にそんなの利用しなくても貸す方は利息が稼げるからいいと思うけど、返す方は返せないって話なだけで。お金借りる側としては、一時に1000万とか5000万とか現預金出したら資金繰りが苦しくなるだろ？黒字でも倒産とか聞いたことあるでしょ。そういうこと。これで貸す側と借りる側がウィンウィン。黒字倒産はわかる。毎月現金100万円が必要だけど、毎月20万円の利益が出てる。としても月末に100万円金が必要だけど100万円がなければ20万円の利益は出し続けてるけど倒産してしまうということだろう。まあ、金借りてる奴の中には、パチンコや競馬に金使って来月の家賃代が払えない。そんなおバカさんもいるからな。そういう奴は毎月の収入はあるし、来月パチンコしなかったら返せるって感じだからニートみたいに全然返せないってわけではない。毎月2万ぐらいなら返せるって感じだから、俺は50万金借りてるが余裕で毎月8万ずつ返してる。欲しいものがその月にあったからな。そこだよ。来月丸しなかったら返せるってのは、今月も丸はするわけで返済できないじゃないか。今月は我慢できるなら前から我慢はできていたわけで、さらに言えば丸のために借金するなら 100% 返済できないと思わない？収入がある人とニートは別物だぞ。収入があるなら銀行や消費者金融は金貸すし、ニートは金貸さない。銀行や消費者金融としては毎月2万でも返せる人なら金貸す。毎月2万も返せない人なんか実際は数パーセント台だからみんなきちんと返していってるぞ。俺には返せると思えないんだけど、一度冷静になってもう一度レスを読み直してほしい。理解できれば返せないと気づくはずなんだが。親の性格とメンタルじゃね？親の当たりが強いと生活してるだけで追い詰められるし、自分のメンタル弱いと何もしない日々も辛くなってくる。先行投資だよ。厨房で眠れるように今日から床で寝て慣れておこうぜ。お前はやればできるやつだ。価値創造という考え方がないと難しい。説明してくれ。ガンマルムタイプのニートに見えた。珍しいだろ。働けクズニート。働かないから強要ないんだろ。一人立ちできてなさすぎてキモすぎる。あれこれ偉そうに書いてるけど、結局はニートのたわごとなんだよな。頭の悪いニートのふりしてすれ伸ばすのってそんなに楽しいか？
本当のニートに失礼だと思うんだが。持論はいいから一回落ち着いてレスを読んで理解して考えてみてくれよ。おのずと返済できないとわかるから。逆に言えば住宅ローンや奨学金も同じような借金だから、返済が難しいというのは理解できると思うんだが。引きこもりとニートを混同するなよ。奨学金も住宅ローンもちゃんと返せてるやつの方が多いよ。お前は踏み倒したのかもしれないけどな。金利なんぼの借り入れになるんだ？元本返済可能かどうかにばかり着目してるようだが、金利が全てだぞ。16% とかそういう金利の借り入れやリボは超低金利のご時世に無駄な金利を支払うから借りるべきではないと思うが、そういう趣旨じゃないのか？元本返済の話で、俺の書き込みを見てほしいとか言ってるのか？通貨2ヶ月ぐらい前にこの口調のスレ見たことあるな。だって理解できてない上で持論の展開をする人がいるから、まずは理解してほしいの一言でしかない。免除申請してる。なんかの記事で金持ちになりたかったら、車ですらローン組むなバカってのがあったな。金以外の資産があってそれが金に換えられるものならば、その資産を確実に抑えられる状況を用意した後に資産価値よりも低い金額を手数料付きで貸すわけよね。返済できるわけがないって言われても返済してくれるから成り立ってるわけですし。借りる方は将来のインカムを当てにして借りるんだろうけど、なるべくならばお金を使って稼ぐ。そのためのお金を借りる、ってやった方がお金を借りる価値があるってもんよ。ニートにこれを説明して、何になるのかがわからん。収入ないやつには、そもそも金を貸してくれる業者が少ないだろ。それな。高利貸しとかじゃなければ、相手が返せるかちゃんと確認して貸すんだよ。だから一致の言うことは起きようがない。でも実際に返済ができなくなって、困ってる人たちもいるよね。それはどう説明するの？返済できないやつは、普段から考えが甘いやつが多いよな。ギャンブルのために金を借りたやつは高確率で破産してると思う。まあそれこそ稀だけど、会社をクビになったり、働けなくなったり、いろいろな理由でそうなるケースはあるだろ。でもだからって金を借りるのが悪とはならん。昔から金貸しはあったからな。ちょっと先の金が得られるだけで、幸せになれるケースもあるんだよ。借金の金額とか、返済額にもよると思う。元本が全然なくならなくて、利子だけ払ってるような借金はアホ。毎月数万なら正社員なら普通は返せる。っていうか、そこまで文句があるなら、一致が金を借りなきゃいいだけじゃね？そもそも一致はニートだから借りれないし。それ？そうやって議論の途中で逃げるのは、やっぱり自分たちが負けだと思うから？いちいち腹立つな。金を借りれるようになってから、すれ立てしろよな。結局、借りる方にも貸す方にもメリットがあるから、貸し借りが成り立ってるんだよな。返せないやつばっかりだったら、そもそも貸さないだろ。金を借りれるようになってから、すれ立てしろよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はカフェを入店拒否されてしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニートは37歳。カフェに行くも入店拒否される。マジでショックなんやが。久しぶりに出かけた帰りに暑くてお店に入ろうと思ったけど、ファーストフード店みたいな手頃な店がなくてさ。たまたま見かけたカフェに入ろうとしたら見た目で入店拒否されたんやが。自流だからだろ。そりゃマックとかならともかく押されなカフェにニートはな。お前の見た目に問題があるからだろ。ニートは拒否されて当然。そんなカフェにニートがいたら客が帰るだろ。なんで簡単なことがわかんないんだよ。いやでもさ、ワイにも人権はあってええやろ。少しカフェで涼むのもダメなんか。店とお前の存在があってなかっただけ。他に入れる店はなかったのか。定食屋があったけど定食を頼むほどのお金はなかったんを。おしゃれなカフェは定食屋と同じくらい取られるぞ。金が足りなかった可能性があるからむしろ拒否されてよかったやん。でも Y のハートは傷ついたんやで。そもそもなんで出かけたんだよ。それ気になる。引きこもってればよくないか。親戚が家に来るって話で急に家を追い出されたんだよ。それならって、出かけたけど外が暑くてさ。そろそろ親戚は帰ったと思ったけど、ちょっと休憩して帰ろうとしたらこれや。マッマが追い出すとき2000円くれたからおされなカフェでもなんとか足りるやろ。見た目だけで追い出すとか横暴じゃないのか。その見た目が問題だから仕方ないだろ。おされなカフェに来る人たちはエッチみたいな小汚いニートを見たくないんだよ。その空間に金を払ってんだからな。確かに飲み物もそうだけどおしゃれな空間が好きで来てるんだもんな。ニートが来たら台無し。じゃあワイはどうしたらよかったんや。周りに手頃な店があったらそっちに入ってたけど仕方ないやろ。ちょっと聞きたいんだけどさ、そこは電車で出かけたのか。じゃあマッマが1000円くれたとして今の所持金は。あ、確かに。カフェで払えるお金は1000円じゃないし、カフェで散財してたら帰りの金がなくね。そういえば帰りの電車代を忘れてたわ。あ、マジでカフェで金を払ってたら、ワイ、家に帰れないじゃん。
アホすぎて草。指摘せずにマックに誘導すればよかったな。家に帰れない状況になりかけててわろた。これだからニートは。金の計算もできないのか？親もいっそ帰ってこなきゃいいのにと思ってんだろうな。ちなみに外に出された理由は？親戚がいる間、Y がいると恥ずかしいとかなんとか。別に親戚も Y がニートのことを知ってるし今更な気もするんだけどな。それでもニートは嫌なんだろう。家からも追い出されて押されなカフェからも追い出されたのか。でも結果的に、カフェで払わなくて済んだんだから店員さんたちに感謝するんだぞ。ちなみにイッチの見た目はどんな感じ？どうせ C 流だろ。そこまでひどくないけど、ファッションセンスはないと思う。ヒゲは剃ってんのか？ボーボーとまではいかないけどそこまで剃ってないな。身だしなみはもっと気をつけろよ。それに臭かったんじゃね？風呂に入る頻度は？ずっと家だし3日に1回くらい。毎日入る時もあるけど風呂に入りに行く時に家族と遭遇するのが嫌なんだよ。うわ、ケツ。3日に1回は夏は臭いだろ。ニートって存在自体が臭そうだよな。はぁ、せっかくお小遣いももらったしおされカフェを経験してみたかったな。経験してたら今頃はもんなしだろ。何回も言わせんなよ。店員もイッチを見て、こいつはちょっと、って思ったんだろうな。実際、イッチを入れずに置いて正解だったと思う。イッチのせいで帰る客がいたかもしれないし。でもさ、ニートが店にいて何か他の客に不都合があるのか？別にワイはコミュ障だから他の客とトラブルなんて起こさないし。景観の問題だって言ってんだろ。見てるだけで気分が損なわれる人がいるんだよ。ワイとかな。でもお前はワイと同じニートだから、お前も入店拒否になるやろ？確かにここにはイッチ以外にも入店拒否されそうな奴らがボロボロいるな。呼んだ？ワイは親戚が来たとしても家から出れんからイッチはすごいと思うわ。多分足に根が生えてると思う。まあ一度引きこもると外に出るハードルは結構高いよな。一回出れたんだし、働けばよくない？ちょっと出かけるのと働くのじゃ随分とハードルが違うだろ。今日だって、もう帰りたいんを。今電車乗ってる、もうすぐ着く。家の近くのネカフェに行けばよかったのに。1000円ならなんとかなるやろ。近所のマックにずっといればよかったんじゃね？ニートがそんなこと考えられないだろ。ワイもニートだけど、ワイならその辺ブラブラして1000円はワイのお小遣いにするわ。その手があったか。欲しいものがあったし公園で時間を潰して1000円はワイのにすればよかったんを。ほんと頭が足りないんだな。くさ、おしゃれなカフェはニートは入店禁止なんだな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートになる奴は頑張ろうとしすぎ説。世の中適当に仕事してるだけで、でも、あなたも社会の大切な一部って肯定される。仕事なんて慣れればニートしてるのと精神的に変わらんやろ。鶴瓶の家族に乾杯に出てくるようなしょうもない仕事してる人になるだけで、ご同時とかニートとか言われんのやで。Twitter とかネットでは仕事簡単にバカにしたりするけど、リアルで仕事してる奴に文句言う奴いねえよ。すまんな。ニート特有の言い訳。どこが言い訳なんやこれ。技術スキル学歴社会歴オールなしのクズ30歳。月収手取り25万、残業なし事務ならなってもよい。こんなんしかおらんという現実。手取り20万ボーナス3ヶ月、年925日で有給5日、土日祝休み、残業なしがいい。Y当てはまるな。自分が採用側の立場になって考えるのも必要や。Y が借居なら完全歩合制にするやで。どういうスレなんやこれ。説スレ。意味わからんわ。せっかく縛ってきたのに消化不良やんけ。働いてる奴もニートも精神的に変わらんのに、ニートやるのはデメリットしかないって話や。世の中しょうもないことやってても金と社会性もらえる。生産性とか完璧求めすぎやで。何の意味があるか、何の役に立つか考えるやつ。お前ら底辺やろ？会社が強行に Y の能力を超える成果を求めるんやもん。フリーターは？定職につけないゴミ。ニートは怠け者という普遍の事実がある以上、絶対に立証されない。ニート肯定すれやなくて、ニートになる原因とならん方が得やし楽ってすれ。ネット空間とか空論上で批判否定できても、世の中リアルで動いてるねん。リアルの質感とか空気とか因果みたいなもんの方が大事やから。偉そうに語る一気はラインコー。今しかできないことを頑張れよ。働くメリットがない。家から出れんし、せっかく稼いでも金が使えない。利益が上回るなら、ほっといても勝手に働くんだよな。怠け者の無能なのにやたらプライドが高いからニートになるんやで。ソースはワイ。ネット上で政治だの経済だのこねくり回してるニートは世の中が複雑だと錯覚しがちだけど、ただ生きていくだけなら世の中案外簡単にできてるもんやで。そうなの？せやで。政治経済とかどうでもええ。ただ生きてくだけでは嫌だからニートなんやで。そこいらのリア充を見下せるくらいになりたいのに、それだけの能力がないからニートなんや。変わるで。朝7時に起きるという時点で Y には無理や。面接さえなかったら Y も働いてるわ。適当だけどな。
友達の親とかには目を見て挨拶しとくんやで。自分より優秀な奴と働くのなんか絶対嫌なんや。自分より優秀な奴のためになることなんか絶対したくないんや。ニート、給料は、賞与は、年給は、残業は、残業代は、もし外回り中に定時になったら帰宅するまでの時間の残業代は。わい、君の権利に関しては労基にかからんようにきちんとやるけど、ノルマとか義務の方もちゃんと果たしてくれるんやね。ニートは無言。これが多いわ。やっぱいいです、帰ります。お前らニートに優しくない？そりゃこんな時間にオンジェイ見とるやつの多くはあれや、わかるやろ。あ、ということはわいも気づいちまったか。わいニートやけど、原因は 100% 自分の逃げ癖と怠け癖やで。働いてるがいろいろやってらんねえわ。同じ給料なのにめちゃ楽してるカスが幅利かせてたり、偉そうに意見したりでぶっ殺してわ。ほな君もニートになろ。頑張ってないからニートになるんだよ。お願いだから誰か仕事をください。何でもするとは言い切れないけど、できる限りのことはします。誰か助けてください。厳しくされるとワイには無理や、やめたろってなるけど、優しくされるとバカにされてるな、やめたろってなるんごね。社会や人が嫌なんやない。社会や囚人の前でアホやらかす自分に耐えきれんのや。実際お前らニートとかでなく学生なんやろ。アラサーでガチで人生終わってるのはワイくらいや。35歳、職歴バイト歴なしやで。こんなん全然おるわ。こういう自楽するやつは大体エリートなんや。ワイ知ってる。ワイみたいに人生踏み外さないように生きてほしいで。日本に生まれただけ幸運とか言われるけど、実際足踏み外したら終わりや。早く丸みたい。ニキが丸んでも誰も気にしないという悲しい現実。親も役所も大喜びやで。素敵やね。面倒い手続きとかあるから親は喜びはしないんちゃう。生きてても丸んでも迷惑なのがワイらという生き物なんや。生まれてこなければよかったのにな。こういうスレ見てると、結局スネップという単語が全く浸透しないことに草生える。スナップって明らかに精神衛生上良いやろ。でもこのスレ体は当たってる部分ある思うわ。ワイ、クソサボリーマンやが絶対この中で一番適当でだらしないゴミやは思うわ。何がサボリーマンや。ワイならまず出社せんわ。でも家から車両車乗って10分の会社に行って、車内処理 PC で2時間ぐらいやって、栄養育は行って音声やって直帰やで。生々しいなおい。言ってる価値ないぞって上司に言われて、ワイの真面目に働こうって気持ちは打ち砕かれたわ。正直それでいいんやで。変に見返そうとか打開しようとか、無理に動いて心ぶっ壊したら意味ない。自分自身がなくなるよりはマシやで。結局逃げるように辞めて貯金もなく、うつ発覚して今療養中や。発達障害もあったから生き方を変えるべきか思っとる。お前次に仕事失敗したら頭それ、けじめつけろや。それを上長に報告しろ。ただし自分からそういう罰を提案したって胸でな。俺が命令したってことになるとパワハラ扱いになっちまうからな。わかってるよな。怖かった。変に正義感ぶって自身が抱え持ったらどうなるか。周囲にはいいようにコマにされ壊れたらお払い箱。精神病で生ぽうければさらに周囲からやっかまれるか嫌み言われるか。それなら適当に仕事して適当に毎日過ごせばええんや。ソースはワイ。精神病院で生ぽいくまで抱え込んだ大バカ野郎がここに一匹。ワイもや、もうちょいずぶとい精神持って生きる術を身につけてれば。ニート同士のレスバって政治豚より情けないな。自己美化すんな。ニートはただ単に甘えまくって甘やかされまくった結果だろう。自己美化やなくて自己嫌悪やぞ。これだから健常者は。別にニートになるやつは頑張ってないだろ。